どうもお疲れ様です、吉野さん。暑いですね。まあ私もね、サポートっていうのはお客様のためでもあるんですけども、その誰かのために一生懸命何かを考えたり、それからね、何かをやるってことって、結局自分の脳を整理して、なんかそのボケ防止みたいにもなるんじゃないかなと思うんですよ。いつも自分のことじゃなくて誰かのことを考える、何かの問題解決のことを考える。まあそうすると、もちろんトークっていうかね、脳の整理とか情報の整理にもなりますし、それからやっぱりこう世の中の動きに敏感になるっていうんですかね、まあ世の中って言ってもそんな大げさなもんではなくて、まあネットでするビジネスの世界に限ったことですけどね。さすがにネットビジネス10年やってたらみんなプロだと思うんですよ、さすがにね。でそれが20年やってたりとか30年やったりとか、これから10年20年のことを考えたら、キャリアがどん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 積み重なっていくだけなんで、ますます稼げなくなるってことはなかなか考えられないんじゃないかなと思うんですよ。まあそういう意味でもいつも脳をね、新しくバージョンアップしておきたいなっていうことで、私も お客様のためでもあるんだけども、自分のためにもサポートっていうのはやっぱやっていきたいなと思いますね。いらっしゃい。